ハイラックスは、哺乳行為わだぬき目に分類される構成種の総称。ハイラックス化のミが厳生する。アフリカ大陸、中東先進余には、ヨーロッパ南部から中国まで分布していた。分布域は、今から700万年から200万年前頃は、南ヨーロッパから中国の中部あたりまでの広い地域だったのだが、現在の分布域は、アフリカ中部から南部及び、 中等域と狭くなっているという。背中に終戦がある。前肢の指は4本。後肢の跡は3本。指跡には平たずめがある。足裏には肉球と多くの汗線がある。上あごの門肢は伸び続ける。門肢は騎馬上で食物の切断ではなく、主にオス同士で争う際に用いられる。食物は大急肢でつまみ取る。体温調節の能力が弱い。 半数は行わないが胃は複雑で三室に分かれ、微生物による消化を行う。腎臓の機能が発達し、尿素や電解質を濃縮した尿を出す。性能は加工せず、体内に留まる。比較的小型の動物で、日本人などにとっては一般に馴染みのない動物であり、外見を言葉にすれば、ウサギやタヌキのような姿をしている。耳を小さくしたウサギのようとも。だが、 造名やゴン目と類縁関係にあり、足にひづめに似た平たずめがある。古くは月目に分類されていた。ハイラックス族の俗名、プロケイベアは、天竺ネズミの祖先の意。指跡の本数や、爪、骨格や球詞、消化器官、性能が加工しないなどの内部形態から、木ヒズめ類や、ウ類、海牛類、土蓋に禁煙と考えられるようになった。 約4000万年前には、爆類と同程度の大型種を含む少なくとも6族が存在したとされる。近現代の生物研究におけるハイラックスに関する記述や位置づけの変遷についても紹介する。古くは原始的な月詩類として、モルモットなどのネズミの仲間の祖先だと考えられていた。ハイラックスの仲間は、上顎の紋子が一生伸び続ける特徴から、 かつてはネズミ目に分類されていた。とも。学名の俗名にプロケイビアと付けられたが、キャビアは天竺ネズミであるので、プロケイビアは天竺ネズミの祖先という意味である。1766年にはキャビアカペンススという学名が付けられ、天竺ネズミと同じキャビア俗に分類された。その後、フランスの博物学者、 解剖学者のジョルジュ・キュビエは、歯と足の特徴を調べた結果、ハイラックスの仲間は、原始的な夕日詰め動物であるとした。足の裏側が、測底の全体を地面につける構造の像と同じ構造になっていることなどによって、像に近い生き物だと立証したのである。ハイラックスの上顎の門子は、一生伸び続けるが、下顎の門子は、ある時点で成長が止まってしまうという点で、 ネズミ目やウサギ目とは異なる。また、上顎の薄葉はうまめの際に、下顎の薄葉は牛目のカバに似た特徴を有している。また、全身の骨格は、サイのものを小型にしたような特徴を持ちながら、前足の骨は像に類似している。胃の構造は馬に似ている。このように様々な動物に少しずつ似た特徴を持っているが、化石記録や分子生物学的な解析から、 相等の原始的な夕日詰類と類縁関係があることが明らかになり、金日詰類の一目として、岩田の決めという独立した目に分類されるようになった。以下の原生種の分類、英名は、諸舎にに、和名は、ホーク、犬塚役及び、麻酔変調に従う。主に岩場に生息する。木登りハイラックス属は、樹上生だが、木のない環境では岩場に生息する。 日光よけや体を寄せ合うことで体温を上げたり、岩陰などに隠れて体温を下げる。危険を感じると鳴き声を上げて、危険を知らせ、興奮すると、世前の周辺にある体毛を逆立たせる。植生は植物食で、ハイラックス族は双本を、岩ハイラックス族と、木ノりボリハイラックス族は主にこの葉を食べる。他の哺乳類に比べ、体温調節の能力が劣るため、 早朝や夕暮れは日光浴をし、暑い時は日陰で体を冷やす生活をしている。いわば爬虫類のような生活をしているのである。中東やアフリカのサバンナに点在する、いわば、岩山等に隠れ住み、数匹から30匹程度の群れを作り生活している。は、足裏に柔らかくて弾力性のある肉球があり、さらにそこに多数の感染があり常に湿っている。 この湿って粘着力のある肉球を吸盤のように用いて垂直に近い岩壁でも登ることができ、そこにとどまり眠ることもできるという特徴がある。岩場、岩山の垂直の亀裂で眠ることができるので、蛇などに襲われることを防ぐことができる。夜間、岩場の水平の隙間、亀裂で仲間が身を寄せ合って体を温め合いつつ眠ることも多いが警戒を怠らず、 チーターなどの肉食性の敵が近づいてきたりすると、すかさず逃げ、また亀裂の中まで入り込んでくるような小型の肉食獣に襲われても、素早く垂直の穴や亀裂を駆け上がり身を守る。ハイラックスは地中海沿岸では古くから知られていたようである。旧約聖書の詩編104章18節、神言30章26節などでは、住処を岩の中に作る。 t.r. 動物として登場している。また、レビキ11章5節には、これは半数するが、ひずめが割れても分かれてもいないから食べても、死体に触れてもいけない、穢れた動物として、ウサギラクダ等と共に出る。半数動物であると誤解されたのは、常に口を動かしているためか、胃袋が半数動物とよく似ているためと考えられる。マルティンルターによる、ドイツ語訳聖書では、 コニンションと訳した。英語の近帝訳聖書では、コニーと訳しているが、これもウサギを意味する古い語である。日本語訳では、ヤマネ、岩田抜き、岩田抜きと翻訳されている。フェニキア語やヘブライ語では、隠れるものの意があるサップハンと呼称された。スペインという名前の由来の一つとして、アイシャファンがあり、シリアから地中海を精神して、イベリア半島に上陸した、 フェニキア人が穴ギを見てハイラックスと誤解したためとする説もある。不要性の炭酸カルシウムが大量に含まれる尿を同じ場所で出し、この尿が結晶化したものをヨーロッパや南アフリカでは薬用とすることもあった。今泉忠明の世界人獣図鑑によれば、ある日本の動物園で12頭ほどのハイラックスを 巨大な土管状の蓄舎に入れて展示したところ、吸盤状の足によってよじ登り、その日のうちにすべて脱出したという、ありがとうございます。